まで3秒を切りました。5レースランチアタック準決勝戦スタートしてました。10メートルのスタート2番の鈴木浩二、3番の落合、20メートルのスタート真ん中5番の井村が少し遅れました。10メートルでは落合が先行していって、一周バックストレッチで1番の北畑を早くもかわしてきています。最終班は8番の中村智和、前に出ました7番手切り返していきます。3番の内は早めに先頭に立ってレースは2周目、1番の北畑瀬2番手、2番の鈴木教授をインからかわして6番の柴田健二が3番手です。4番の佐藤が中段5番手にいて、その後が5番の井村、8番中村智和はその井村をかわして6番手のポジションです。7番森本は最後方、レースは3周目です。起走タイム2番時計タイをマークした3番の内海抜け出して早くも独走体制、2番手1番北畑瀬のウィンをついて6番の柴田健二が2番手に上がりました。8番中村智和のポジションですが、まだ6番手しゃぐんの中、レース終盤追っていけるかどうか、残りは3周です。まだ中村智和は後ろ、先頭3番の内海は独走です。あとは2番手争いが焦点となっていきそう。6番の柴田がその中からはやや一歩抜け出しました。2番の鈴木浩二が3番手、1番北畑瀬をまくって中村智和が今4番手ですが、内を救った7番の森本が中村智和の前に出ました。ここはしかし4番手争い、残りは2周の終盤戦、3番の茶屋先頭をぶっちぎっています。6番柴田が2番手、3番手に中村智和上がってきました。森本との争いを制して、そして鈴木浩二を捉えました。優出圏まで残り1周、しかし距離があります。届くかどうか、青旗振られてファイナルラップ、3番の内海先頭大きなリード、2番手争い6番柴田に迫る中村智和、残り半周という形、2番手3番手の車間は3車身があります。6番の柴田がかなり有利、中村智和が必死に追い込みます。届くかどうか、これは厳しい。先頭3番の内海ぶっちぎって、ここは快勝五輪、2番手は6番の柴田。勝ちました3番落合匠。3秒を切りました。10レース準決勝戦スタートしました。5番の福永20戦やや立ち遅れました。前はしっかりスタートを残して1番の小林来介、10メートル勢は外から3番の片岡が、2番の柴田が内潜り込んで2番の柴田2番手キープ、その後20戦は4番深谷、内から6番の鈴木一馬、最終班は7番の永田が外、8番の遠藤はインコース、5番の福永は最後方からの立ち回りです。1番の小林来介、走タイム高度計マークしっかり逃げていきます。2番の柴田が2番手、3番手には6番の鈴木一馬が上がってきました。その後はインをついて8番の遠藤が3番の片岡まで捉えて4番手、4番の深谷も外を回して師匠遠藤に並びかけます。残りは4周回です。1番小林の大逃げ、6番の鈴木一馬2番手に上がりまして懸命に追いかける形です。3番手2番の柴田、その後は8番の遠藤です。1番の小林来介、走 3.32 行動計マーク、追いかける6番の鈴木一馬と同タイム、8番の遠藤も同タイムをマークして前を必死に追っています。残りは3周です。小林来介レース後半のペースはどうか。1番の小林先頭、6番の鈴木一馬が2番手、これは追いついた、6番の鈴木一馬追いついた、8番の遠藤はその両者にどこまで近づけるか、そこの後ろ5番の福永、そして4番の深谷、2番の柴田、これは4番手争い、残り2周、切り返した6番の鈴木一馬が先頭に上がりました。1番の小林は2番手交代、この2番手の位置を守りたいところですが、8番の遠藤が迫ってきている。この3コーナー遠藤が打ち突っ込んで2番手に上がった、小林来介は苦しくなった、残り1周です。青旗振られてファイナルラップ、6番の鈴木一馬きっちりさばきました。8番の遠藤が2番手、1番の小林いいペースで逃げていましたが3番手捉えられています。最終周回のバックストレッチ、6番鈴木一馬、8番の遠藤、この両者が優勝となりそう。1番の小林来介、最後の反撃は及びません。3番手6番の鈴木一馬、6番鈴木一馬連勝ゴール。3秒を切りました。
11レース準決勝戦スタートしました。4番の小林、そして5番の塚越、両者好スタートを決める。5番の塚越、見事なスタートです。前2車をまとめて叩きました。人気の白継ぎは苦しい展開に置かれています。1番の赤堀の逃げ、2番手には5番の塚越、3番手が2番の関口、その後が4番の小林幸、あとは6番の田中進、7番の別府慶吾、3番白継は後方7番手、8番渡辺淳は最後方です。5番の塚越が早めに展開を作りますが、1番の赤堀もいいペースで逃げます。中段では7番の別府慶吾をイン進出で4番手に上がってきました。8番の渡辺はまだ最後方、苦しい展開です。レース3周目、1番の赤堀に近づいてきた5番の塚越、そして4番の小林幸、7番の別府慶吾もじわじわと前に接近してきます。6番田中須も中段5番手まで上がってきました。この後まくり足進んでくるか。残りは3周回です。1番中堀が先頭、5番の塚越のインコース狙ってきた、4番小林幸へ狭くなった。5番の塚越抑え込んで、そして切り返して1番中堀をここで捉えました。そして別府慶吾上がってきている。小林幸のインコースに並びかけました。小林はここを抑えて赤堀を捉える。しかしそのうち7番の別府慶吾、7番別府インコースを狙いましたがまだ届いていません。その間に田中進のまくり進出、田中進がまくって3番手争いにやってきました。3番手争いは田中と別府並んでいます。先頭5番塚越、2番手4番小林、3番手は田中進むか。残り1周、青旗振られてファイナルラップ。優出争いは5番の塚越、4番の小林、その後別府、田中進む、まだ4社1段。3番手は7番別府か、6番の田中進むか。接戦、前は小林が競りかける。塚越のインから小林が攻める。しかしそれでも5番塚越弘幸、連勝を決めたのは塚越弘幸。3秒を切りました。最終12レース準決勝戦スタートしました。30戦のスタート、7番東尾の少々遅れました。8番の鈴木弘和が好スタートを決めていった。30戦を3人捉えて5番手から、30戦唯一スタートをしのいだのが6番の浅田慎吾です。1番のマジカーがどこまで逃げられるか、2番の斉藤勤、3番の浦部、ここまでは枠なりスタート。8番の鈴木弘和が早い展開で6番の浅田慎吾をかわしています。4番手浅田はその鈴木弘和にしっかりとついていきたいところ。5番の福田、そして7番の東尾の4番斉藤翔吾を離された最後方です。1番のマジカーがレースをリードします。引っ張っていきます。ペースが上がっているか。2番の斉藤ついていけず、3番の浦部その後ろ、鈴木弘和がその両者をまとめてかわして一気に2番手です。3番浦部も道を見つけたか。いや、まだ後ろ。6番の浅田も鈴木弘和とは溝を開けられる形、現在中段の5番手です。残りは3周回。1番のマジカーはいいペースだ。残り3周まで来ている。しかし後ろには鈴木弘和、こちらは思想27高度計をマークして2人の世界になってきたか。3番手少し距離が空いて2番の斉藤、3番の浦部、30戦勢はなかなか動けません。東尾の浅田、これは5、6番手の争いです。残りは2周回。ここで鈴木弘和が仕掛けた。1番のマジカー陽子をかわして先頭に上がりました。マジカーとしてはこの2番手の位置をキープして2度目の優勝戦進出を決めたいところ。鈴木弘和先頭、マジカーは2番手、マジカーはこの2番手踏ん張り切れるか。少し距離があって3番手は斉藤、青旗振られてファイナルラップ。最後はリードを広げてきている8番の鈴木弘和、2番手1番のマジカはこの距離を保てばしっかり守れます。2番手、3番手は大きく離れて2番の斉藤、7番の東尾野が4番手、3番手の争いは最終コーナーまでもつれそうですが、1番のマジカは優勝戦進出を決めそうだ。勝ったのは鈴木弘和、これで5連勝。鈴木弘和2節連続完全 V でこれで王手。
覚悟を決めましょう。スタートまで3秒を切りました。最終12レース優勝戦スタートしました。30メートル角度あるスタート。3番の小林、4番塚越、5番の鈴木和馬が好スタート、トップスタート。後ろからは8番の鈴木宏和もロケットスタートが決まった。前を2台捉えています。1番のマジカーの逃げ、2番手は2番の落合匠。落合も人気の一角。そして出走2級マークの鈴木和馬3番手。小林勇気はやや滑っているか。鈴木宏和がそこをインコース捉えに行きます。5番手以下はやや離れています。6番の柴田、4番の塚越、7番の遠藤最後方です。1番のマジカーが逃げていく。2番の落合に対してまくるのは5番の鈴木和馬。1番のマジカー先頭キープしたいところですが、後ろからは8番の鈴木宏和が攻め込んできた。鈴木宏和が2番手争い、鈴木和馬をも捉えました。鈴木宏和がもう2番手にいります。スタート速攻からいい展開を作って、1番マジカーの後ろ、昨日の再現しっかり捉えていく鈴木宏和。残り3周を残して先頭に立ちました。鈴木宏和の速攻が決まりました。1番マジカー2番手、2度目の優勝戦、この位置どこまで踏ん張っていけるか。鈴木和馬が3番手、4番手以下は少々距離が空いています。2番の落合、そして3番の小林。残りは2周の終盤戦。1番のマジカーをさばいて5番の鈴木和馬2番手に上がっています。残り2周、8番の鈴木宏和大きく抜け出しました。これは2節連続完全 V が目の前です。鈴木和馬2番手、3番手には2番の落合が上がってきました。マジカー4番手交代で残りは1周、青旗振られてファイナルラップ。好スタート、40戦外、難しい位置ではありましたがいいスタートを決めていい展開を作りました。鈴木宏和先頭です。5番の鈴木和馬2番手、3番手は2番の落合、柴田が4番手で最終コーナー。8番の鈴木宏和6連勝完全優勝、1番人気に応えた。2節連続完全 V、 鈴木宏和。2連単8番5番500円、2連複5と8の組360円、3連単8番5番2番で1960円、3連複258の組は。注目の結果は、鈴木宏和選手、通算4回目の優勝おめでとうございます。今の気持ちを聞かせてください。嬉しいです。試走の手応えはいかがでしたか？すごい感じよかったです。スタートはどうでしたか？切れました。レース展開を振り返っていかがでしたか？ちょっと強引でしたけど、まあ、うまくいきました。ゴールした瞬間の気持ちはどうでしたか？ゴールした瞬間の気持ちはどうでしたか？すごく嬉しかったです。最後に今後の意気込みも踏まえて、全国のファンの皆様へメッセージをお願いいたします。連勝記録更新できるように頑張ります。応援よろしくお願いします。改めて鈴木宏和選手、優勝おめでとうございます。ありがとうございました。